哦，放立马之后初音就会跑出来了。所以只要顺把前两号位带掉的话就赢了。哦，轻松好多、哦。啊！看起来还是要相信自己的双手，用点的。嘿嘿，舒服。不干预，哇靠！这样这对就可以收三只嘞。那个 TV 真武器可以不用管它，没关系。还有机会把后面那只砍死了。哦，哇靠！一对把四只全干掉，哎，干太爽了。好了，剩下虐菜啦，你完了。miss， 没有关系，这边 miss OK 的，我有两队啊，慢慢打。你刚看到27万，那个是把炸弹打掉的话，它回弹就是那个伤害。那个性质跟。那个新年关卡 S 兵换很像，一个优惠是打王，然后新年那个优惠的话是补血，各有各的好，厉害厉害，这队太强了，我觉得重点是第一队了，第一队双奶之后就把前面三号位全部打掉，然后后面那只可以收掉。哇，这队好强哦，好强哦！一叉 clean， 好了，一叉关卡的奖励呢？我们可以去看一下香香的图。又是双飞，哎。あそこ、もしかして私負け。まぶしくて。ではお嬢様、
お召し物の準備がございますので、こちらにてしばしお茶をお楽しみください。はいはい、わかったわよ。完全にしてやられた。私をパーティーに参加させるためすぐ帰宅するように学校に話を通しておくだなんて、今日の父さんは本気ね。パーティーなんて効率が悪くて参加する意味もないから生徒会の活動ばかりしていたけど、さすがに今日は参加しましょうか。今日は久しぶりに生徒会が早く終わりそうだから、あいつでも誘って焼きそばパンを食べたかったのに。昔はもっと自由だったのにね。今の境遇から逃げないって決めて頑張ってきたけど、自分がどうしたいかわからなくなってくるわ。私何してるんだろう。おい、なんだこの音は。なー空から失礼いたしますわよ。なんだか上が騒がしいわね。え、あれってまさかヘリコプター？なんでこんな街中に？あ、サレンさんがあそこにいますわ。さあ、はしごで降りますわよ。もしかして、アキノさん？それに、あいつまで。一体どういう…うわー！ちょっと待って、これ、どういう状況なの？今話しなさい！って、うわー！風が強くて落ちる！手を離さないで！なあ、もう！どうして私がこんな目に遭うの？早く理由を教えなさいよ！せっかちですわね、ソレンさんは。ではお話しいたしましょう。私が道に迷って…屋敷に向かっている途中に私たちは出会いましたの。聞けば最近忙しそうなサレンさんに焼きそばパンを差し入れようとしたら、佐々木家の屋敷にて門前払いになったとのこと。ならばこの私がご助力をということで一緒にここまで来たのですわ。だったら普通に歩いてきなさい。秋野さんが来たとなればさすがに屋敷に入れるわよ。なんでヘリコプターで来るの？私たちの登場にふさわしい演出のためですわ。あなたという人は、いろいろと言いたいことはあるけど、もういいわ。それよりも、早く私を屋敷に戻してください。あら、何か予定がありますの？せっかくですので、出来たてを差し上げようと、今は焼きそばパンを買いに、駄菓子屋という場所に向かっておりますのに。え、あそこに行くの？じゃなくて、今日はパーティーに参加する予定なのよ。だから降ろしてちょうだい。パーティー？今日行われるパーティーにサレンさんが参加したくなるような有意義なものがありましたかしら。私だってやりたくないことをやらなきゃいけない時ぐらいありますよ。大変ですわ。サレンさんの偽物を連れてきてしまったみたいです。どうしてそうなるのよ。私は間違いなく本人です。でしたらいつも通り思ったように行動なさったら、サレンさんらしくありませんわ。私らしくないっていつもはやりたい放題みたいな言い方やめてくれます？うん、今のはいつものサレンさんに近いですわね。ただ怒っているだけです。あんたもなんか言いなさい。担任一緒に楽しい。 Oh my god。 ないんですの？それはその無耻下流。あ、もう二人してそんな目で見ないで。楽しいわよ。一緒に焼きそばパンだって食べに行きたい。サレンさん、もう吹っ切れたわ。私も一緒に焼きそばパンを食べに行く。やりたいようにやらせてもらうわ。それでこそサレンさんですわ。では地上の皆さんにきちんとお別れしましょう。サレンさんをお借りしていきますわ。
よろしく。さあ、あんたもちゃんと挨拶しなさいよ。これだけ派手な登場したんだから、最後もバシッと決めなさい。それよりサレンさん、私にここまでさせたのですから、これは大きな貸しですわよ。はいはい、今回は感謝しているから借りでいいですよ。ではこの貸しを最大限に活用させてもらいますわ。差し当たって次からは私との勝負を断らないように。じゃあヘリコプターでタクオへ侵入した件はチャラにしてあげます。え？こいつの学校にヘリコプターで無断侵入したんでしょ。いくら藤堂家だからってうちの生徒があんな無茶して何もないわけないでしょ。学校に抗議が来てましたよ。生徒会長として私が対応に駆り出されたんだから。そんなことになっていたんですの？当たり前でしょ。ちなみに秋野さんへの貸しまだまだあるから覚悟しておくように。どのタイミングで返してもらいましょうかね。すっかりいつも通りのサレンさんに。何も言い返せませんわ。これに懲りたら少しは無茶な行動を改めてと言いたいところだけど、秋野さんはそうやって無茶しているぐらいがいいと思うわ。え？急に塩らしくなったら張り合いがないしね。やっぱり無茶してこその秋野さんよ。秋野さんがどんなに無茶したってこいつと、私もフォローしてあげるから。お二人ともやっぱり私たちは大親友ですわ。ちょっと急に抱きつこうとしないで。落ちるから。辛い時も落ち込んだ時もいつだって本当の私を思い出させてくれる二人、ありがとう。私の無茶をする時も後悔をした時もいつだって私の背中を押してくださるお二人、ありがとうございます。私のかけがえのない人たち。あれ、ここはルナの塔？さっきまで空の上にいたような。何でしたの？今のは夢？空の上ってサレンさん、見慣れない乗り物が出てきませんでした？ええ、なんかすっごくうるさい音を出してたわ。はしごってまさかあんたも見たの？もしかして私たち同じ夢を見てたんじゃありませんこと？すごいですわ。同じ夢を見た理由はどうあれ、夢の中でまで秋野さんに振り回されてどっと疲れたわ。お腹も空いたし、勝負はまた今度にして帰りましょう。何をおっしゃっていますのサレンさん。勝負を途中にして引き下がるなど。いえ、今のはそのお腹空いてるんでしょ。わかりましたわ。でも決着はいずれつけますわよ。はいはい、また今度ね。さて、そうと決まれば一緒に焼きそばパンでも食べに行きましょうか。では一緒にお食事にでも参りましょうか。ちょっと秋野さん、その手は何？サレンさんこそその手は何ですの？私が先に誘ったからよ。いいえ、先に手を取ったのは私ですわ。
3人で食べに行きましょうか。ええ、異議なしですわ。